今回はちょっと旅鳥を探しに行きましょう。そろそろね、渡りをする鳥が結構増えてきますので、それを探してみようと思います。だいたい春秋に渡りの時期があるんですけれども、これ逃すともう1年会えませんから、ちょっと探しておこうと思います。まあメインはシギ、チドリですね、を探そうと思います。まあね、シギ、チドリの仲間ってすごい、まあシギチって呼ばれるんですけど、識別がすごい難しくてね、今回は勉強がてら行ってみようと思います。ちょっと遠出しますよ。干潟に行きたいと思います。はい、アジサシ、あ、トアジサシかな、夏鳥ですね。これどこかで繁殖してるんかな。いい鳥を見つけましたね。座ってますね。こんな感じで休むんか。あ、すごい、この辺の部位にもいっぱい止まってますね。違う味差し混ざってないよな。お味差しばっかりかな。流木に乗ってますけど、これいい家ですね。これ流れていってますよ。いいのかそれ。なんだか慣れた感じで流れていってますね。遡上するコアユカなんか狙ってるんでしょうけどね。アジサシの他にカワウも大量に来てますね。もうこんな感じですごいことなんで、乱獲状態ですねこれ。面白いですね。これ複数で鳴き合いやってるんですね。ちゃんと相手の鳴き声も聞いて返してますね。フライキャッチした。はい、これケリですね。ハスデンなんですけど、これ何用かな。もうこの張りっぱなしのネットっていうのはもう基本的にやめた方がいいと思いますけどね。よく見るんですよね、こうやって引っかかって死んでるの。こういうネットですね。目は粗いんですけど、こう夜はやっぱり見えないんですよね。なんで結構鳥が引っかかりますね、これは。はい、もうここもひどいですね。見えてるだけで4は引っかかってますね、これ。ほんとやめた方がいいと思います。あ、4じゃねえな、5引っかかってんな。奥にもありますね。お、イソシギですか。こっちでは草シギと入れ替わりで来る感じですね。探し歩いてますね。あの肩のところのね、白い切れ込みがこう上まで行ってるのが特徴ですね。難しい相手ですね、これ。マガモですね。まだいるんすね。ハシビロガモがいっぱいいますね。まあ、北に帰っていく途中でしょうね、これ。まあ、ほぼスズガモ？ほぼスズガモかもしれませんね、これ。まあ、これから飛んで移動していくんだと思います。いよいよって感じですね、こんだけ集まっていると。子ガモですかね。こっちも集団作ってそろそろ帰ろうかなっていう感じなんでしょうね。ちょっと警戒してますけど、高伏木かな。
だいぶ足が長そうに見えますね。尻地むずいな、ほんと。お、あ、蹴りが、蹴りが追っ払って。はい、注釈試技ですかね。あ、2周目か。高ぶし着から数えて2周目かな。見つけましたね。くちばしが長いんですよ。お、ちょうどいい感じに背中も見えてる。白っぽいっすね。あ、カニ取った。カニ取りましたね。カニを、素早い動きでカニを取りました。お、波打ち際に持ってって、あ、食った、まんま食った、すげえ。挟まれないんでしょうか。結構でかい餌を取りましたね。また注釈ですね。すごい突っ込むな、くちばしを。これね、塩マネギみたいなカニがいますね。これを狙ってんのかな。お、このカニとの戦いなわけですね、注釈は。お、注釈が近づくとカニが引っ込むと、この攻防が繰り広げられるわけですね。すごいね、おもろいっすね。注釈試技がいるところだけカニが出ていません。よく見えてますね。あ、取った取った取ったぞ。なんだこれ、ザリガニか。食べた。すごいな、食べらずに食うな。何だったんだろう、シャコかなんかかな。こいつらも田んぼに来るんですね。あんまりない絵なんじゃないでしょうか。草の中の注釈式。熱心に探しております。タシギ。お、なんか出たな。なんか食べた。何食ったんだこれ。タマシギです。おお、タマシギいる。ここいるんだ。びっくりした。こんなところで出会えるとはな。タマシギ面白くてね、子育てがオスメス逆なんですよね。この派手な方がメスで、この地味な方がね、オスです。これは田植え直後の田んぼかな。餌探してますね。いや、繁殖うまくいってくれればいいけどな。ここで魂切り流暢なので旅鳥に全然関係ないですけど、非常にいい鳥が見られましたね。はい、まあ、今回旅鳥探しですけれども、こいつら見たらもう成功と言っていいでしょう。流暢ですけどね。いいもん見たな。うん、こいつもまだいましたね。なんでこいつらこんな風に一緒にいるんでしょうね。食べ物があるんかな。こっちの方は嫌がってる感じはしますけどね。というわけで、ちょっと旅鳥探しで遠出してきましたが、まあ、こんな感じで終了です。
大体ね、5月、春のシーズンは5月ぐらいですかね、4月終わりから5月ぐらいがいいようです。まあ、この時期しか見られない鳥もいるので、まあ、皆さんも探してみてはいかがでしょうか。はい、というわけでありがとうございました。お疲れ様でした。